はい、それではですね、クロワッサンをこれ成形していきます。10分ほど、室温で休ませました。通常ですね、クロワッサンはこのカットしてから、20分ほど冷蔵で休ませるんですけども、今回はですね、室温で休ませます。この室温で、この状態で休ませることによって、この後の成形後のラックタイムという時間を、省きます。で、成形方法なんですけどもね、できるだけ手早くしてほしいのと、手で持ちまして、この層はですね、できるだけ手で触らないようにしてください。そうしますとですね、層が潰れてしまいますので、で、お腹のこの辺だけちょっと引っ張ります。で、引っ張って先はあまり触らないようにしてくださいね。で、このように巻きます。はい、こんな感じですね。一応3段、はい、少しお腹の方を引っ張ってもらって、でこのようにして巻いてください。それを強く巻かなくていいですよ。こんな感じですね。はい、はい、通常のクロワッサンよりも非常に短時間で出来上がります。はい、こっちのキッシュの方も切ってみましょうかね。こんな感じで中身にも具がしっかり詰まってます。どうしてもですね、クロワッサンとかですね、ちょっと長時間で作るようなものはパン教室では、向かないというか、遠慮されがちですよね。ただ、お客さんがですね、クロワッサン食べてみたいとかなった時に、やはりちょっとその時間がかかるからできないということでは、魅力の方がちょっと半減してしまいますよね、パン教室の。ですので、やっぱりいろんなですね、パンを作れる方が、パン教室的には魅力的だと思います。ですのでですね、ある程度理論的なものとかが理解できれば、このようにですね、アレンジで即席でですね、クロワッサンの方も作ることができます。ですのでですね、ぜひぜひこのクロワッサンの作り方も、覚えて、できれば実演してください。出来たては美味しいです。